ゴロギブラーということでですね、今日はまたスペシャルゲストが来てくれました。もうテニス界のワリアといえばもちろん僕、ただですね、もう一人ワリアがいます。どうぞ。ゴロギブラー、松下龍馬選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、わざわざ来てくれました。今日はですね、鬼の振り回しをするということで、ちょっともう気合い入れて、けどまだプレイヤーなんで、鬼の振り回ししてほしいって言ったら、いや僕もしてほしいですとか言ってたんで、僕もちょっと鬼の振り回ししたいと思います。龍馬先生、ちょっと自己紹介お願いします。松下龍馬です。19歳です。まあよろしくお願いします。まあこれからアメリカの大学行くっていうことで、ただ今コロナの影響で行けないんですよね。そうなんで今ちょっと日本にステイして、もう本当全国大会とかでも何回もタイトル取ってるレジェンドなんで、今日は本当にしこがれたいと思います。ぜひお願いします。お願いします。お願いします。レッツゴー。いいね。もだいぶ疲れてますね。これ疲れてんの俺。疲れてないですか。俺にとってこれ疲れてるって言わないよ。あ、そうなんですね。楽勝、ハードワーク、気持ち、情熱、まあ、よくわかんないけど、はい、まあ、俺にとってこれ疲れてるって言わない。息が喜んでる。あ、息が喜んでるんですね。ああ、分かる。犬やるだろ、はい、犬がこうやって餌あった時にそうと同じだろ。なるほど。これやられて、はい、犬だ。犬、犬なんですね。が、次龍馬にとどめさせたいと思います。お願いします。意気込み言っていいですよ。僕はやる方よりやっぱ追い込まれた方が強いんで超えていきます。お願いします。昔っすね、軽くセルビアでコーチしたんです。多分セルビア語でコーチしたんで、ちょっとセルビア語でコーチしたいと思います。 OK です。アイモ龍馬プレイ。もうじゃや、いでもアイモ、アイモプレイ。ラボー、ラボー。オンエマエストレよ。オンエマエストレ。トッタルのマエストレ。締め切る。皆さんセルビアントレーナー。どうぞ。どうですか。大丈夫ですか。楽しいです。楽しいですね。セルビア出身のコーチ、ヨッツァコーチどうですか。チェバッピ、チェバッピ。オンエ、オンエドバルな。オンエドバルレッチコ。俺は絶対龍馬に勝つつもりでやってるんで、龍馬に差をつけるために、やっぱ一個でも多くやんないといけないと思ってるんで、俺はもう一回行きます。お願いします。もう一セット行きます。
はい。喜んでる。喜んでる？何がですか？餌がある。餌？勝利というね、餌がある。ああ、それを食べに来てるから。そうなんです、ね、楽しみ。楽しいです、ね、食べるの試合で。はい。しゃあ、ローマより差ついた1セット大きかったから。しゃあ、俺もよりに負けてらんないんで、もう1セットお願いします。よしよし、行きましょうか。じゃあセルビアンコーチ4つ発動します。お願いします。セルビアで大好評だったんですよ、セルビアンコーチ4つが。そうなんですか、ね、はい。もうちょっとあのお見せしたいと思います。もう1回どういうことを教えてたんですか。もう気合です。あ、本当。あ、気合気合。そうなんですね、魂だと、はい、ある生徒がですね、調子悪いとかほざき始めたんで、まあ、調子悪いんじゃなくて、お前の心が弱いと、お前が気合い入れれば調子悪いもクソもないと。なるほど。魂でぶつかれと。はい、いいですね。いきます。いいね、ボブレー。うん、明日へと繋がるモチベーションですね。やはりその毎日をどれだけ全力で生きれるかが決まってくるんで、明日どれだけ気持ちよく生きれるか。はい。彼も喜んでますね、ほら。伸びしろの塊っす。目が喜んでますね。はい。心臓が喜んでます。心臓喜んでます。間違いないです。ありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にもうふざけなしとかで、ね、全国大会やっぱ優勝してるんで、もうやっぱりその姿勢ですよ、ね、何よりも。技術がどうのこうのってよりも、やはりそのもう1セットもう1セットもう1セット、もっとやりたいもっとやりたいっていう、やっぱその姿勢がやっぱ見習うところが本当にたくさんあるんで、いや本当にもう素晴らしい時間を過ごせました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。